テンソルベクトルスカラー重力略称ティブスは暗黒物質を導入することなく銀が回転曲線の問題を説明するために提案された相対論的重力理論の一つである。イスラエルのヤコブ・ベッケンシュタインが2004年に提唱したこの理論はミルグロムの修正ニュートン力学の相対論バージョンと言えるものでモーンとの予測がニュートン力学とは異なってくる。 大きな距離スケールで、モーントに還元される一方で、一般相対論的検証にも耐え、重力レンズのようなモーントが説明することができなかった現象を説明することもできると主張される。ティブスの一般相対性理論との主要な違いは、重力の強さが距離に依存する形式にあり、一般相対論が単一のテンソルを用いて空間の幾何を表現するのに対し、 これはそれをスカラーとテンソル、ベクトルを用いて定めている。一般には2004年以降の弾丸銀河団の観測によって銀河回転曲線はティブスのような重力の代替理論よりも暗黒物質による方がよりよく説明できることが明らかになったと主張されているものの、理論の支持者らはそれらの観測についてもティブスによって説明可能だと主張している。 ありがとうございます。